フディアトムでのシュリンガラの表現ラサはインドの伝統的な美学で使われるカーマの学問の系統の用語。ある特定の心理的気分や雰囲気を意味し、感情、香りなどと訳される。インド舞踊の世界においては観客の感動とも。ラサの考えはもともと味覚が出発点になっていると言われており、何か口にした時に生じる甘い、辛い、 酸っぱいなどの感覚を、詩文鑑賞や演劇鑑賞、音楽鑑賞、ダンス鑑賞の時に感じる、気分、感情に拡張したもので、人間の基本的感情を表す。ラサの内容は明確に統一されてはいないが、例えば、インド古典音楽の世界では、連上、滑稽な笑い、悲しみ、怒り、勇ましさ、恐れ、剣を、驚き、 平和の9つの感情があると言われ、音楽家は、このラサを正しく表現しなければならない。つまり、聴衆に、悲しみのラサを生じさせる目的で歌を歌って、怒りのラサを生じさせてしまってはいけない。ヒンドゥスターニー音楽のラーガ・ジョーンプリは、悲哀のラサに基づく代表的なラーガである。ほとばしるような深い悲しみを表現する一方で、その悲しみの中に、優しさや、 力強さを秘める一面を持つ。インド舞踊の目的は観客にラサを呼び起こすことにある。演技者の演技表現や顔の表情などで観客に様々な感情を起こさせるように計算されてダンスが作られている。インド舞踊におけるナバラサは以下の通りである。シュリンガーラ連城、破水や気品、笑い、ユーモアラウドライカリカルナ悲しみビーバー、アケンオーバーや中。 恐怖ビーラ活力、勇敢アドブタ驚きシャンタヘアン、弱情ダンサーは、舞台で感情を表現し、観客はそのダンサーの感情表現に感動する。ここに一種のカタルシスが生まれる。これを、ラサと言い、ナバは、ダンサーの舞台における基本的な9つの表情を、言う。アーユルベーダの世界では6つのラサ、アムラ、ラバナ、カトゥ、テクタ、ケシャイがある。 ありがとうございます。